ハウディ、バーチャルトラベラーセラです。ジョーダンに来ました。まあ、ジョーダンでナンレンジェに行っておもちゃをちょっとやぶにらみしていきたいな。やぶにらみ？おもちゃをちょっとまあ、探索していきたいなというふうに思ったわけでございます。時刻は現在16時、15分。いや、香港はまだまだ絶賛暑い最中、日が落ちないね。さてさてさて、九段の南蓮寺とは一体どのあたりになるのだろうか。こういうね、露店のキオスクのところに普通にこのね本が売ってるのも面白いよね。あの、今ちらっと見えたと思うけど、デパプリのコンプリートブックが普通に売ってるんだよね、ああいう露店商の本屋さんで。露店商の本屋さんって言っていいのかな。まあそうとしか捉えようがないのでそう言いますけど、すごいね、びっくりしちゃった。露店で買えるんだってなってね。はい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 、右に。ここかな。あ、テンプルストリート、ミャオジェ。ここっぽいよね、あの先。まあこのね、キンキラキンの店もなんか台湾じゃねえや、中国っぽくて香港っぽくていいけど、これよ。いやー、この通りだわ。こういうのが見たかった。なんかニューレンジェの時にも、ニューレンジェの時にも同じようなこと言った気がするけど、いや、こういうのだよ。そう、私が求める香港はこういうのです。よし、じゃあちょっと探索していきましょう。よし、さあランレンジへ、どういったものがあるのか。女人街と比べてどうなのかなって感じですね。おー、やべえな、ディズニーランドのマグネットあんぞ。これはダメなんじゃねえの。ここにディズニーランドのマグネットあるのはまずいんじゃないのか。まだちょっと時間的に早いからなのか、開けてない店もちらほらありますね。3個で2000円、100香港ドルだから2000円だね。ステッカー？違う、マグネットか今のやつは。立体マグネット。
ャーモンシェンにあれね、いや、いたとしてもシャーモンシェンいたとしても腕時計はいらないな。もうちょっと日が落ちてから来た方がいいのかな、ね、開いてない店がちょっと多すぎる感じあるね。おーとととととととポケカの何かがあるけれど、ポケカの何かがあるけれど、値段からして正規品かどうかマジで怪しい。いや、こういうところでポケカ買うのは絶対まずい気がするんだよね。間違いなく偽物捕まされるでしょう。目に見えてるトラップだよね。そんな見えてる時代踏み抜く必要はなさそうですけど、でもいるんだろうな、こういうところでポケカ買っちゃうぜーな。まあこの旅で今回はトイザラスでポケカ買える限り珍しいパックがあったら買ってるんですが、先頃そごうの中にある、おもちゃ売り場の一角にゲームの専門店みたいなのがあって、そこではね、ショップ釣り上げ価格になってるやつがあったね。ショップ釣り上げ価格で売ってる、ちゃんと分かってるカードショップみたいなのが、ゲームショップか、分かってるゲームショップがいて、ちょっとムムってもちょっとムム分かってらっしゃる。 VMAX クライマックスがだいたい40元ぐらいで、トイザラスに在庫があれば買えるんですけど、そこは90元ちょいになってたかな、100元ぐらいになったかな。シャオモーシェンはなさげなさげですね。バララシャオモーションないですね。なんか向こうにもいろいろありそうだね。木製品、まだ全然やってない、こっちは全然おサボり中ですね。屋台の皆さん全然おサボりしてますね。ダメですね、一旦切りましょう。もうなんかもうちょっとにぎわってる感じのところに来たけども、フードマーケットかな、なんかそんな感じっぽいな。フードマーケットっぽいところに迷い込みました。フードはな、しかも調理されてないタイプのフードだからな、素材屋さんだからな、果物なんかは持って帰れないし、ね、肉魚はもちろんだし、ね、残すは明日帰るのみなので、ね、丸の果物買ってっちゃっても一人で食べなきゃいけない今夜中に。あ、乾きもんならまあワンチャンあるかもしれないけど、まあでもちょっと買っていくのは違うかな。うわ、ドリアンなんかね、そう、今ものところもそうだけど、スーパーマーケットに行くと確定でドリアンが店頭一番最初のところに鎮座してらっしゃるんですよね。もし分かる方いたら教えてほしいんだけど、ドリアンの旬って7月、今夏が旬なんだよ。ドリアンって夏が旬なんだよ。
なんかそんなのは、まあ、調べりゃ分かることなんだけどね。よければコメントしてください。ドリアンの旬っていつ？夏？7月ほらほらここもある。7月香港来たらドリアンめっちゃあるんだけど、どういうこと？分かる方いたらコメントお願いします。わー、プリキュア5のジュエリーアートが売ってる。まあまあいらないか。プリキュア5のおもちゃが今あるってなかなかだっすね。15年以上になると思う。ライチ、ライチかな。ライチかな。いや、しかし道一本挟んでこうも雰囲気が違うのはなかなか面白いね。ああ、いやー今日は一日歩き通しなんでね、街歩きにもうだいぶ疲れました。まあ特筆すべきはそうだな、台湾みたいな夜市と違って調理したものを売ってない感じっていうのが大きく違うところだね、まあたまたま私がそういうところを見ていないだけかもしれないけど、台湾の夜市とはまた違った雰囲気でいいですね。ただ台湾の夜市というか、台湾の夜市のように加工したものを、ね、その場で食べれるものを売ってくれていないので買うものは何もないっていうのがちょっと残念なところでもありますが、さてどうしようかな。南蓮寺へと呼ばれているであろう場所も見てみたけども特に得るものはなかった。宿に戻ろうかな。じゃあね、連日ね宿に戻るのがすごい遅くなっちゃってね、宿周辺にもまあ見るべきところはそれなりにあったりするんだよね。チンイのショッピングモールとかそれなりに見るものがあったりするんで、その辺ちょっと見に行こうかな。まあ明日のための下見かな。明日午前中だけその辺見ることができるんで、その辺を見てで帰ろうかな。いやまあなんつうかそうだね、もっとこう屋台してるのかなって。屋台ってなんだよな。どうしてもね台湾の夜市のイメージがこう屋台っていうとね、台湾夜市のイメージがあってしまうので、それを連想してこういうところを歩いてみたけど、まあ、実際はそんなことはなくてね、食べ物の屋台がいっぱいあるってわけじゃなさそうですね。まあどっか別なところに行くとねそういうのがあるんでしょうけども、シャオツージエみたいなのがねあるんでしょうけども、今回はそういうのは見つける前に体力がなくなってしまったといったところですね。はいはい、すごいな。まあね、一見して安いように見えるけれども今現在日本円がめちゃくちゃ弱いので結構なお値段ですね。20元とか書いてあるの見るとさ、やっぱ安いって思うけど400円するからね。まあでもちょっと前はね300円、20元は1元15円だった頃はね300円ぐらいかっていう感じです。それでもまあそこそこするか。
やっぱりトータルで考えて香港は物価が高いっていうイメージはまあ拭いきれないかな。めちゃくちゃ安いって言って買い物しまくる感じではまあちょっとないですね。安いにはならないですね。まあ、安くなくても日本じゃ見ねえようなレアなものがあってくれればそれでいいんだけど、そんなこともなく で暑いし、何より暑いのが、答えるね。分かっていたことだけども、分かってた暑いっていうのはね、百も承知で来たつもりではあるんだけど、その承知の度合いを通り越して暑い覚悟の上を来る、覚悟の上を行く暑さでした。ポンポン、いやー参っちゃったね。たまんない。次回、海外旅行はおそらく10月のパリまで、まあ、何もないのかなと思いますけれども、そうですね、10月のパリは今度寒い寒いっていう風にね、めちゃめちゃ言うと思いますけれども、まあ、寒い分にはね、物をちゃんと、上着とか何なりを着込めばいい話なのでね。暑いのはね、もう脱ぐしかないからね、辛いんですよ。ってなわけでございまして、ここまでね、拙い動画で、まあ、香港をいろいろとお見せしてまいりましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあ、もし気に入ったという方がいらっしゃってくれましたら、私もやった甲斐があるといったものでございます。この動画を最後まで見てくれた方の中で、まだチャンネル登録をしていないよという方が、もしいらっしゃいましたら、ぜひともね、チャンネル登録と高評価、そしてベルマーク通知の3点をどうぞよろしくお願いいたします。それが私の、次の動画へのモチベーションとなり、また次の旅への、最大のモチベーションになってくるわけでございます。よろしくお願いいたします。では、ここらで、香港の街の中から、動画を終わらせてもらいましょうかね。まだジョーダンの駅の方に戻ってまいりましたけれども、あとはそうだね、宿に帰って夕飯を食べて、逆じゃね夕飯を食べて宿に帰って、寝て、翌朝空港に向かい帰るのみということでございます。はい、じゃあありがとうございました。またお会いしましょう。バーチャルトラベラーアスラでした。またね、チャオ。またいつか見てください、いつでも待ってるから、チャンネル登録と高評価をして、またいつか会いましょう。またいつか会いましょう。またねー。